前と後ろにと思うだけでどんどん前と後ろに変わっちゃう。面白いでしょ。すごいすごい。公園のベンチで座ってるみたいな、とっても幸せ。我很常看到日本电视上面有催眠术的表演，就是非常神奇，但是又很怀疑说到底是真的还假的，会不会是节目效果。所以为了验证催眠术是不是真的，我决定自己来体验。然后童年阴影，我怕爆哭哎！就是我有一些童年故事，我怕他把我深层的故事催眠出来。像有那种让尸体不能动的，然后让你感觉到你感觉不到的味觉，或者是让你听到听不到的声音什么的。我觉得我到了，到了！哇，好理日本的感觉。什么呢？もしもし。もしもし。多少？嗨，すいません。拜拜，下次我们再来。对，我是好，拜拜。よろしくお願いします。你看起来超紧张。日本の番組ですね。三民地図についての番組。多いよね。多い。最近はね。前はね、一回なくなったんだけど、テレビで三民地図とかはできなくなったことがあって。なんか事故あったの。多分知ってると思うけど、宗教の。ちょっと悪い宗教が一回出てきて、それよく分かんない世界をテレビでやったりはできなくなった時期があるんだけど、海外ではね、法律で催眠術やっちゃいけない国もあるんだ。はい。ベルギーから催眠術の友達が来た時、ベルギーでは催眠術できないという。暗示を残すのはダメって言われて、ちょっと残るの、残るのそれはダメってやめる。比較像降頭了那种的话就不行。ダイエットとか残したいものあるじゃないですか。仕事頑張るとか、そういうの残したいけどそういうのはダメとも言ってるね。アメリカはね、日本では大丈夫。まあちょっと簡単に説明だけ、はい、そうですね。します。みんながかかるわけじゃなくて、70% ぐらいです。かかりにくい人は怖がってる人。私怖かった。怖がってる人。リラックスして、リラックスと集中が大事。あともうかかりたくないって最初から思ってる人もいるでしょ。そういう人もかからない。かかりたくないのはかからない。かからないですね。つまり今わざと悪いことを しようとしてもできない。じゃあできないし、例えば手開かないって今日やってみたいでしょ。あ、やってみたい。やってみたいでしょ。テレビで。うん。で、それにかかったとして、その後に私がじゃあ。駅に行ってダンスしますってやってもやらないっていう、自分が手開かないとか立てないとかやりたいなと思ってるのはやりますけど、コメディアンとかはそういうのできる人だからコメディアンはやっちゃうけど、ダイエット催眠もありますよ。それはかかったら痩せる。かかりたい、ぜひかかりたいです。筋トレしなくて筋肉がこうなるのはないけど、筋トレが大好きになるとか、勉強が大好きになるとか。すごい。このくらいかかるかとか、まあちゃんとリラックスできてるかをテストしてみます。どうしても頭とか肩とか触るので、それだけは了解しててください。はい、わかりました。と思ってください。はい。你看起来好紧张，你要放松。はい。右手でこの上の方をちょっと持ってもらって。はいはい。これ石じっと見て、左右に揺れる揺れると思ってください。左右に左に揺れる揺れると思ってください。思うだけでどんどん揺れてきます。不思議でしょ？どんどん揺れてきます。これ指鳴らすと今度前後に変わっていきますよ。前と後ろに、前と後ろにと思うだけでどんどん前と後ろに変わっちゃう。面白いでしょ？すごい、すごい。集中してね、はい。思うことは必ず叶います。夢は必ず叶う。もう一回出すと今度回ります。ぐるんぐるんって回る回ると思うとほら。本当に回ってきます。すごい、面白い。もう誰も回してないけど、思うだけでそれは完全にかかれるよ。今度は手が開かなくなるって、はい、爪が伸びてる。グーできます。あ、できますね。はいはい。じゃあこのペンを一番強い力でギュッて握ってください。ああ、ギュッと一番握って、この光見てください。はい。返事しなくて大丈夫ですよ。光じーっと見て、じーっと見てると光の見え方が少し変わってきます。見れば見るほどだん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 この光に
吸い寄せられていくような引っ張られていくようなそんな感じです。気持ちがこの光にどん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 吸い寄せられていきます。じーっと見てるとまばたきが増えてきます。目がパチ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 してきますよ。まばたきが増えてくると手が硬くなってきます。私が手を捨てていくとさらにぐーっと硬くなっていきます。ぐーっと硬く離すと緩んでいきますけどぐーっと硬くなっていきます。目がもうパチ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 してきますよ。そうすると手が硬く石みたいに硬くなっていきます。ほらだんだん石みたいに硬くなっていきます。はい、硬くなったって開かない。開こうとすればするほどガッチガチに硬くなってきます。ぐーっと硬くなってきますよ。ゆっくり開こうとしてみてください。もう開かないです。全然不能動。等一下グッて伸ばすと、もうここもピッてまっすぐになってもう曲がらないです。曲がんない。手も曲がらない。こっちもピッて伸ばしましょう。ピッて伸ばすともう曲がらないです。曲がんない。真的不能玩不了。動いても大丈夫ですか？ダメ。動くかとしても動かない。もう私触ると簡単だけど一つ三つブラブラってするの大丈夫。好可怕哦！我刚刚手真的是动不了哎，就是我觉得有两种力量，一个是我想要张开，一个是他想要把我手合起来。然后手弯着的是我觉得好像没有像握着的那么强，但是有一个力量在把我手张开。催眠術ってちょっとこう、なんて、眠っちゃうみたいな感じするけどありますよね。なんかあった。だけど今みたいにちゃんと自分でもあれなんで手開かないとか分かってるけど開かないみたいな。好可怕哦！你刚刚而且其实到中途的时候，你的眼睛，他说就是你随着你张开你的手会越来越硬，所以你真的有那种感觉吗？有，我都、就是指甲都刺得我手很痛。看得到你表情的变化，跟你整个就是在变化的那种感觉，是看得出来的。好神奇哦！好神奇哦！不是，言葉がね 100% じゃないから。ゆっくりちょっとやっていきますけど、前と後ろに変わってきますよ。だんだん横に揺れてたからだんだん、もう一回出すと回ります。ぐるんぐるんと回ってきますよ。ほらぐるんぐるんって回ってきます。大きくなってきますよ。だんだん天哪我鸡皮疙瘩了。等一下我跟你说一下，因为我本身有一点点灵异体哦、天哪！对，然后就是，与其说，因为其实我在中间很惊讶的时候，就是我感觉到比较像是有一种磁场，哎，就是我一直在起鸡皮疙瘩，而且摸我心脏跳超快，就是你有摸到吗？有。对，中途你的脚有痛，然后我有分心。啊，对不起，没事。今から立てなくなるんだけど、力が全部抜けちゃいます。顔、頭もこんなになっちゃったらちょっと私支えますけど、立とうと思っても立てなくなっちゃって、あれ動けませんみたいな感じになっちゃいます。はい、じゃあ目を閉じてゆっくり呼吸していきましょう。ゆっくり吸ってゆっくり全部吐き出していきます。全部いらないものも力も全部出していきます。だらーんとして力がもう入らない。頭の力もどんどん抜けていきます。ゆっくり吸ってゆっくり吐き出していくと力全部出てっちゃいます。あなたは今大きな建物の廊下を歩いています。廊下の突き当たりにエレベーターがあります。エレベーターが今あなたのいる20階に到着しました。あなたはエレベーターに乗って1階のボタンを押します。エレベーターが下へ下がれば下がるほど深い深い気持ちのいい世界にどんどん入っていきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。エレベーターが1階に到着しました。気持ちがいい。なぜか暖かい日に公園のベンチで座ってるみたいな、とっても幸せ。何考えるのももうめんどくさい感じ。何もしたくない。このまま数えると
この気持ちのいいままゆっくりと目が開きます。ですので、もう体に力も入りません。立ち上がろうとしても動くこともできませんよ。不思議な感じ。楽しんでください。一つ、二つ、三つ。ずしーんと体が重たいです。目は開きますよ。でもほら、全然動けないです。動こうとしてみてください。これ全然動けない。動けちゃう感じですか。これ立とうとしてみてください。立てちゃいますか。ワン言葉が 100% じゃないから、さっき途中なんか吃饭飲むの忘れちゃって、気づいたらめっちゃ溜まってることがあって、我觉得是我的想象力不够。他在讲说一直把力气放掉的时候，其实我觉得我的头一直有快要倒下去的感觉。我有一次，然后后来我小时候会很丑，然后我中间我就会注意到说我这样拍会翻白眼什么的，然后我就可能没那么专心。动的时候我是手先动，发现哎可以动，然后脚也站起来的时候，所以我是觉得我是抵抗着一个力量，我抵抗成功了才站起来，跟平常站起来的感觉是不一样的。这种感觉，我就是很顺利的站起来。我们突然变得好居家。那催眠术结果就是有成功有没成功，哎，就是你想有志者事必成那种感觉吗？对，我觉得因为我们太在意在拍片的这个事情，对，太在意结果了，对，然后就变成我们一直分心，没办法专注到那个情境下，所以就没有，有些就没有成功，然后那个催眠术师，对，他这脸超尴尬的。其实我们也不知道怎么办，因为我们不可能说真的站得起来，然后假装站不起来啊，所以我们只是把很真实的反应出来而已。可是有些真的很神奇，就是自己也不知道为什么。我是站起来的第一次觉得最没有用，就是完全没有任何的感觉。就他跟我们说，好，你们现在站不起来，我们就对站起来。感觉他想要传达的东西基本上都是很正面的，对，很正面。然后其实他没办法勉强你去做你不想做的事，对，所以就是其实这样比较好。因为如果说他今天跟你说你不能动，然后你就不能动的话，其实这样很危险，很可怕。对啊，真的，如果他们要拿来做不好的事情什么，对，整个全部的感想呢是超好玩，真的超好玩，这是我第一次的催眠术。我跟秀说，哎，我要去做催眠，你陪我去。然后他还以为是因为一开始打的人要催眠咖啡，对，他以为是就是很好睡的，会让你变得很好睡的咖啡。然后结果我带他去一个大楼，傻眼，什么地方这样子？他是正规经营的催眠术师啦，所以应该是没问题。但是我们作为女生自我保护，我们在当时是没有喝他给的饮料水那些，因为没有说哎你们要放松一下比较好，就是被催眠，那你要不要喝个东西啊什么的。原本差点说好，后来发现哎呀其实不要太好。对啊对啊，我没有怀疑他会怎样，但我觉得大家就是还是要保护自己这样子。对，然后我还会希望可以再做一次中文的催眠体验。我也是，我们去找有没有中文的催眠师。by the way，我现在感冒很严重，所以声音很难听。那十天没睡，你们看他多辛苦，暴痘，然后马上生病。工作一回来，身体放松就生病。然后问他说：“那你也可以让我的感冒变好吗？”我们把他当成一个魔术医生。